いますよ。今度マジで殴ろう。隣かよ。お、伏黒、今度こそ元気そうだな。空室なんていくらでもあったでしょ。だって賑やかな方がいいでしょ。よかれと思って。授業と任務で十分です、うん、ありがた迷惑。おお、ちゃんとしてる。だから迷惑だっつーの。いやー、ボロボロだね。2年のみんなに見せやーった。これを菊水庵菊福、仙台名物超うまい。僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。ちょっと恥ずかしいな。ちっ、おめえもだよ。お、東京東京東京ミラブ東京。え、リリル、リリルうざい。バカ、ティディールは千葉だろ。中華街にしよう。先生、中華街だって横浜だろ。横浜は東京だ。六本木、いますね、呪い。嘘つき、もう大きいですらね。地方民を持って遊びやがって。がなくて拗ねてんの。ぷぷ、子供。できたわよね。どうしよう、それどうしよう。大丈夫だ、こいつが出入り口の匂いを覚えてる。あらまあ、グッボーイ。ジャキジャキ、あげたけどジャキを持ってきて。緊張感。女の趣味を話さないといけないんですか。そうよ、むっつりにはハードル高いわよ。お前は黙ってる。ただでさえ意味わかんねえ状況が余計ややこしくなる。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。あれは俺の優しさを踏みにじったんだ。もしかして頭の中身までパイナップルなのか。東堂、あの東堂なのか。先生したんじゃない。脱出するぞ、釘崎。帰る、苦手なんすけど。悪かったな。気安く触らないでもらえるかしらん。泥棒猫ちゃんたち、めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。大丈夫、気にせず行ってください。駅はここまっすぐです。ありがとうございます。ん？で、マジでなんすか。恥ずかしいんでやめてもらえます。説明。君のお父さんが全員家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。ムカつくでしょ。蒸発資金の謎が解けた。俺は全員家とやらに売られたらしい。ああ、ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の交戦からの金銭的援助を通してくれた。はい、また僕の勝ち。珍しいよね、めぐみ。本気の出し方知らないでしょ。はあ？